次に井井、はい、井上上和則君君希望の塔の,井上和ですあの午前中ですね、えー、武隊先生から、特定地域づくり事業推進法について話がございました。あのこの法律はです、ねまあ、地域で人口減少がしていると、でそこに、えー、事業協同組合を作ってで、定住してきた人に、 仕事の場、それから給与、まあ、収入を確保するということで、本当にこれ、地域づくりの大きなきっかけになる法律だと思います。あのこれについては、武隊先生からも周知徹底とですね、それからもうあの、かゆいところに手が届くような相談に乗ってほしいという話がありました、もう私も全く同感です。ぜひ、この制度の周知徹底とですね、 いろんな意味で温かい相談に、ぜひ総務省も乗っていただきたいということを、私からもまず要望させておいていただきたいと思います。それではちょっとあの通告の順番違うんですけれども、最初にえ大臣がですね、肝煎りでやっておられた緊急春節推進事業費、ちょっとこれからあの質問をさせていただきたいと思います。もうあの私も地元に戻るとです、ね いつも記録的な大雨で、川が氾濫して、本当に毎年毎年浸水被害に遭うと、もうこれをなんとかしてほしいというような要望があります、ただ、なかなかこれは地方自治体でも手当ができないということで,です、ね、伸び伸びになっていた事業でありまして、今回、高市大臣がです、ね、記者会見の中で、 これは私の悲願でもありまして、新たな政策でございますというふうに申し述べられておりまして、これは高市大臣が本当に先頭に立ってやられた事業だと思います、本当に感服したいと思いますけれども、まずこの事業をですね、ここまであの思いを持って進められてきたその背景というか、思いをちょっとご説明いただきたいと思います。高市総務大臣 あの昨今の台風被害では、河川において堆積土砂の提供や木の伐採ができていないことによって、河川が越水するという、まあ、状況が多々見られました。でまあ、個人的な話で恐縮ですが、一昨年あの私の事務所の近所の自治会長さんがあの増水した川に、それも中小河川。 に、えー、転落してまあ、そのままずいぶん遠くの沖縄、えー、河川まで流されて亡くなるということもございました。で、国土交通省にもまな、あ、んとか地方では維持管理のお金が出ないので、えー、この維持管理のお金について何とかなんないだろうか。という相談も一政治家としてまあしてきたようなこともございました。 でまあ、特に昨年の台風第19号でございましたが、71河川140か所の河川堤防が決壊して、多くの方々が犠牲になられました。まあ、これで あのなんとかこの都道府県や市町村が管理する河川などにつきまして、維持管理としての春節はもう緊急に必要だと、えー、考えましてで、さらにそれらが国庫補助事業の対象とならないということも踏まえまして、新たにこの緊急春節推進事業を創設することといたしました。まあ、ですかららこれが通りましたらあのもちろんあの 法改正が必要なことは承知をいたしておりますが、まあ、これが通りましたら、各団体でこの事業を積極的に活用していただいて、まずは住民の皆様の命を守っていただきたいと思っております井上君。まさに本当はあの、国民、まあ、市民のです、ね、安全、安心にもう大きく寄与する本当の施策だと思っております、まあ、引き続き続よろししくお願いいたします。 それであのもうこれは事務方で結構ですので、この緊急春節推進事業費、これの概要について、ちょっとわかりやすく説明していただきたいと思います内藤自治行政局長、あ財政局長。お答え申し上げます。緊急春節推進事業でございますけれども、地方団体が単独事業として、緊急に河川等の春節を実施できるように。 令和2年度の地方財政計画に新たに900億円を計上いたしますとともに、その地方負担額に特例的に地方債を充当できるように、地方財政法の改正案を提出させていただいているところでございます。事業期間につきましては、令和2年度から令和6年度の5年間といたしまして、地方債の元利償還金の70%に交補税措置をすることといたしております。 また、本年度、国土交通省とと連携をいたしまして、地方団体が緊急に実施する必要がある河川等の春節事業につきまして、調査を実施いたしましたところ、必要な事業費が4900億円と多額に見込まれることが判明をいたしました。このことを踏まえまして、全体事業費につきましては、5年間で集中的に取り組みまして、危険箇所を解消すると、そういうような観点で、全体事業費4900億円を見込んでいるところでございます。 はい、井上君、はい、ありがとうございましたあの。京都府でも9億円の予算を積んでいるというふうに聞いております。そして、まあ、私としてはやっぱり、地方自治体がで,す、ね、もうできる限り速やかに、いつう豪雨が来るか分かりませんので、もう速やかに事業に着手してもらいたいと思っているんですけれども、まあ、総務省でもいろいろこの点については配慮を考えているというふうに聞いておりますけれども、どのような配慮を考えておられるでしょうか。 内藤自治財政局長お答え申し上げます 緊急推進あ春節推進事業につきましては、地方団体が河川等の各分野の個別計画に緊急的に実施する必要がある箇所として位置づけた春節を対象とすることといたしております。このため、地方団体が来年度から本事業を活用して早期に河川等の春節を実施できるよう、各分野の個別計画の記載事項等につきまして、総務省から地方団体にお示しをいたしまして、周知をしているところでございます。ままたそれに加えまして 事業初年度となります来年度でございますけれども、個別計画に位置づける前に着手した春節も本事業の対象とすることといたしております。地方団体に本事業を積極的にご活用いただけるよう、今後も丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております井上君。はい、ぜひ、その趣旨を各自治体に周知徹底していただきたいというふうに思います。それでは次に、企業版ふるさと納税について伺いたいと思います。 あの京都北部、私の地元でもです、ね、この企業版ふるさと納税を使って、さまざ、あ、まなプロジェクトを実施しているということで、えー、聞いております、そ、えー、してまた舞鶴市ではです、ね、この企業版ふるさと納税を活用して、えーまあ、オリンピック・パラリンピック期間中には、首都圏が混雑する、まあ、交通が大変混雑するんで、まあ、テレワークの推進というのを政府も。 今言っておりますけれども、この企業版ふるさと納税を活用して、このテレワークを実施する企業の誘致に力を入れていくと、で都内から舞鶴市の交通費をこう補助するということに、このふるさと納税を活用してみたいということを言っております。でこの企業版ふるさと納税については まあいろいろ使い勝手がよくなかったというようなこともあって、なかなか使われなかったというふうに聞いておりますけれども、それを改善するということで、今、取り組まれたということですが、まあ、具体的にどのような点を改善してです、ね、今後どのような拡大を見込んでいるのか、ご説明いただきたいと思います辻地方創生推進事務局審議官。 企業版ふるさと納税につきまして、今般の税制改正におきましては、地方への資金の流れを飛躍的に高めるという観点から、税額控除の特例措置を、まあ、令和6年度まで5年間延長すること、税額控除割合を現行の最大3割から最大6割に引き上げ、損金参入による軽減効果と合わせ、税の軽減効果を最大約9割とすること、 それから認定手続きの簡素化を図ること等を行うことといたしております。であの使い勝手というお話ございましたけれども、認定手続きの簡素化につきましては、個別事業ごとの認定から包括的な認定といたしまして、地方再生計画の記載事項を抜本的に簡素化したところでございまして、地方公共団体の認定手続きにかかる事務負担を軽減し、 企業とのパートナーシップの構築や、魅力的な事業の企画実施に注力していただきたいと考えてございます。今般の税制改正でございますが、企業と地方公共団体からの要望に応え、使いやすい仕組みとなるよう、大幅な見直しを行うものでございまして、企業と地方公共団体が積極的に活用し、志のある企業の寄付を活用した 地方創生の取り組みが進むことを期待しているところでございます君、はい分かりました。えー、と続いて、あのー、最初に、えー、通告したもに戻りまして、えー、地域社会再生事業費、これについて、えー、質問したいと思います。こ、あのー、この地域社会再生事業費これは偏在 是正の財源を使って4,200億円、これをまああの道府県分と市町村分にそれぞれ2,100億ずつ配分するというふうに聞いております。まあ私も昨年の2月26日の総務委員会で、まあ安倍総理にですね、これはあの道府県だけではなくて 財政的に非常に厳しい市町村にもま手厚く行き渡るようにしてほしいということでお願いして、ま市町村分に2,100億円が計上されたということで大変評価しております。もうこの地域社会再生事業費これは将来はですねどういうふうになっていくのかも含めてこの事業費の概要についてご説明いただきたいと思います。 内藤事財政局長お答え申し上げますお話ございましたように、地方法人課税の偏在税制にいる財源を活用いたしまして、地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策について、地方団体が自主的・主体的に取り組むための経費として、令和2年度地方財政計画に、 地域社会再生事業費4200億円を計上したところでございます。でこれを受けまして、地方交付税の算定におきましても、新たな基準財政需要額の算定項目、地域社会再生事業費を創設して、4200億円程度を算定することといたしております。でこの算定方法でございますけれども、お,お話もございましたように、道府県分と市町村分の算定額を同額程度といたしまして、測定単位を人口といたしました上で、え地域社会の維持・再生に取り組む必要が高い 団体に重点的に配分を行う観点から人口構造の変化に応じた指標及び人口集積の度合いに応じた指標を反映することといたしておりますこのような算定を行うことにより人口減少や少子高齢化の進展により 地域社会の持続可能性への懸念が生じております地方に重点配分することといたしております。で、地域社会の維持再生に向けた取り組みでございますけれども、これは息の長い取り組みということになろうかと存じますそうし。それでございますので、現時点におきまして、具体的な周期を想定はしておりませんで、当分の間の措置というふうにしているところでございます。従いまして、しばらくの間、あのこのような形でぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思っているところでございます。井上君 これは当分の間ということは理解するんですけれども、当分の間こうどうどうなんな金額的には4200億という金額はどういうような見通しになるんでしょうか内藤理事財政局長先ほど申し上げましたように、あの息の長い取り組みが必要というふうに考えておりますので、当分の間、4200億円というのを維持してまいりたいと考えております。井上君、はい、よくわかりました え続いて、人口減少等特別対策事業費、これについて質問したいと思います。この人口減少等特別対策事業費、これはあの取り組みの必要度と、取り組みの成果によってまあ算定されることになっておりまして、令和元年度は、取り組みの必要度が4000億、それから取り組みの成果に応じてえ2000億円が、 ま算定されるということでしたけれども、まあ,あの骨太の方針2019でこの取り組みの成果これをまあ,あのもうちょっと比重を上げて成果を配分した反映した配分を5割以上とすることを目指すということになっておりますけれども、まなぜあのこの取り組みの成果を重視するようになったのかその理由を教えていただきたいと思います。 内藤自治財政局長お答え申し上げます人口減少と特別対策事業費の算定におきましては、人口減少対策に積極的に取り組み、成果を上げた団体では、全国標準以上の財政需要が生じていると考えられることから、 取り組みの成果の指標を算点に反映をしているところでございます。であの取り組みの成果に応じた3点につきましては、お話しございましたように、えー、骨太の方針2019におきまして、前向き具体的な行動に取り組む地方の取り組みを支援する仕組みの強化の観点から、成果を反映した配分を5割以上とすることを目指すとされたところでございます。このため、第2期町ひと仕事創生総合戦略の期間を踏まえまして、令和2年度から5年間かけまして、 段階的に取り組みの必要度に応じた算定から、取り組みの成果に応じた算定へ1000億円、シフトすることといたしているところでございます井上君、はい。そうしますと、この令和2年度における事業費の配分、これが具体的にどうなるかですね、まず指標の考え方、それとこの対策事業費が、この6000億が、道府県、 市町村ごとに、そして取り組みの必要度、取り組みの成果にどういうような形で,です、ね、配分されるのか、教えていただきたいと思います内藤自治財政局長。お答え申し上げます。まず指標の関係でございますけれども。 取り組みの必要度および取り組みの成果に算定に用いる指標につきましては、全国的かつ客観的な指標で、地方団体のデータが存在するものを用いることといたしております。また、全国各地で取り組まれております人口減少対策のさまざまな取り組みについて、その財政需要に関連すると考えられる指標を幅広く用いているところでございます。令和2年度から 第2期町ひと仕事創生総合戦略の策定を踏まえまして、道府県分の取り組みの成果の指標につきまして、東京圏への転出入人口比率、県内大学進学者割合、および新規学卒者の県内就職割合を追加するなどの見出しを行うこととしておりますで、えー。令和2年度におきましては、人口減少等特別対策事業費として、前年度と同額の6000億円程度を算定することといたしております。このうち 取り組みの必要度に応じて3800億円程度を算定することとしておりまして、うち道府県分1260億円程度、市町村分2540億円程度を算定することといたしております。また、取り組みの成果に応じまして、2200億円程度を算定することといたしておりまして、うち道府県分740億円程度、市町村分1460億円程度を算定することとしているところでございます。はい 井上君で前回の総務委員会で、えーまあ、関係人口の創出拡大ということを、まあ、高市大臣とも議論させていただきまして、私もこの関係人口の創出拡大、これはあもっともっと進めるべきだというふうに考えておりまして、まあ、これのですね、今回のこの取り組みの成果においても、あの関係人口の創出拡大、 こういうのもあの指標に用いることが、各自治体のこうインセンティブにつながるんではないかということで、レクのときもいろいろ議論させてもらったんですけれども、やっぱり関係人口のこう定義づけが難しいんですと、これからいろんな各省庁で議論していきますというふうにえおっしゃってましたけど、私はぜひ、早急にこの関係人口のまあ定義なりをですねえー決めてもらって、 この関係人口の創出拡大、これを指標にぜひ入れていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか内藤自治財政局長。お答え申し上げますあの。地方交付税の算定に用いる指標につきましては、まあ、算定の正確性ですとか、公平性を確保する観点から、全国的かつ客観的な指標で、 各地方団体ごとのデータが存在している必要がございますしかしながら特定の地域に継続的に 多様な形で関わる関係人口の具体的な姿が地域ごとに異なりまして、関係人口に関して全国的かつ客観的なデータは残念ながら、今のところ存在をしていないということでございます。このため、関係人口を取り組みの成果の指標として用いることは、現時点においてはまあ難しい状況でございますけれども、関係人口というもののデータが全国的かつ客観的なデータということになってきた場合には、また改めて検討してまいりたいと考えます。井上君 まあ政府としてもこの関係人口の創出拡大ということをまあたっているわけですから、ぜひ、な何らかの指標をですねえ作っていただいて、これを取り,れ取り入れていっていただきたいということをちょっと要望したいと思います。それでは残りの時間で、5G についてお聞かせいただきたいと思います。今日もいろいろろ についいては議論がございました第5世代の移動通信システムということで、今日もあも局長の方から、その特徴として、超高速100倍、今までの 4G に比べて100倍、それから超低速遅延、それから多数同時接続といった性能があるというご説明をお伺いしましたけれども、これによってですね、具体的に、 特に地方においてです、ね、どういうような 5G を導入することによって、社会が変わっていくのか、なんかこうイメージがわかるように、ご説明いただければありがたいんですか。谷脇総合通信基盤局長。お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、5G は超高速、それから超低遅延。 多数同時接続といいう3つの特徴がございますこれを使うことによりまして、例えば地域の工場におきまして、データを集めることによって効率的な生産を行うスマートファクトリーであったり、あるいはセンサーをたくさん設置することによるスマート農業の実施、あるいはエンターテインメントなどの分野におきましても、この高速大容量というものを生かした新しい価値性の高いものが、サービスが提供されるということが期待をされているかと存じます。 井上君あのこのほかにもです、ね、おそらく遠隔医療とかですね、まあ、そういった地方においても画期的なシステムになるんではないかというふうに思います。でまさにこれあの、いろいろ聞いてみると、まさに都市よりです、ね、地方において、よりニーズが高いシステムじゃないかなというふうに感じたところなんですけれども、まあ、そうすると、 この基盤整備については、まあ、都市のみならず、地方においてもバランスよくです、ねえー、整備していくことが非常に求められていると思いますが、この特に地方への整備については、どのような考え方で進めておられるでしょうか谷脇総合通信基盤局長。お答え申し上げます。 5G はまさに地域の発展に不可欠な21世紀の基幹インフラであると考えております。全国への速やかな展開が極めて重要でございます。このため、平成31年4月の 5G にかかる周波数割当ての際に、各携帯電話事業者に対しまして、2年以内に全都道府県でのサービスを開始することを義務づけるとともに、都市、地方を問わず、早期かつ後半に全国展開をするよう、条件を付したところでございます。 また総務省におきましては、令和元年6月に、今後5年間を見据えた ICT インフラ地域展開マスタープランを策定しておりまして、これに基づきまして、5G やこれを支える光ファイバーなどの全国的な整備を早急に推進してまいりたいと考えておりま稲川、はい、君、なんかいろいろ勉強してみますと、特にこの基地局の整備については、 やっぱり 4G に比べてもあの到達する距離が短いんで、かなりの基地局を整備しないといけないというふうに聞いております。そして、あのまさに先ほど申したように、この遠隔医療とか、そういったスマート農業、えー、まさに過疎地やこう離島などにおいてです、ね、非常にこう重要になってくると思いますけれども、まあ、このようなこう条件不利地域への 5G 設備について、どのような支援策を考えておられるか、ご説明いただきたいと思います谷垣総合通信基盤局長。お答え申し上げます。先ほど、マスタープランについてお話し、ご説明をさせていただきましたけれども、その具体化に向けまして、来年度の予算案に、携帯電話事業者等が条件不利地域で 5G の基地局や、 これを支える光ファイバーなどを設置する場合の費用の一部を補助するために必要な経費、これを盛り込みますとともに、5G 基地局の前倒しの整備や、いわゆるローカル 5G 整備を促進するための、5G 投資促進税制を創設することとしております。総務省といたしましては、こうした取り組みを通じまして、条件不利地域におきまして、5G 基地局や光ファイバーの整備を支援するとともに、合わせて 5G の 利活用促進策についても一体的に取り組むことによって、5G の早期全国展開を後押しをしてまいりたいと考えております、はい、井上君。私もやっぱりこう、特に離島なんかではです、ね、なかなかこう整備が進まないんじゃないかなと思って、例えば一番あの西の離島、与那国とかですね、それから南の,その小笠原。 まあこういうところにはなかなか整備が進まないのかなというふうに思って、ちょっと聞いたら、これは2023年には整備がなされるということで、安心しております。そして、次のローカル 5G にちょっと聞きたいんですけれども、これ、地方自治体もローカル 5G ができるということで、今、東京都と徳島県。 が申請をしているというふうに聞いてますけれども、このローカル 5G、これについてはどのようなものなのか、ちょっとご説明いただきたいと思います谷垣総合通信基盤局長。お答え申し上げます。ローカル 5G でございますけれども、いわゆる全国 5G と言われております。 携帯電話事業者が商用サービスとして行う 5G とは違いまして、地域の企業や自治体などさまざまな主体が、それぞれのニーズに応じて、自らの建物の中や敷地の中で柔軟に 5G のネットワークを構築、運用できるようにするというものでございまして、これによりまして、きめ細かいニーズに応えられる地域の課題解決や地方の活性化に寄与することを私どもとして期待をしているところでございます。 井上君私もこのローカル 5G がです、ね、地方に、地方というか、ローカル 5G の展開が進んでいくということを非常に期待しておりますけれども、先ほど言った東京とか徳島、こういった自治体も申請しているということですけれども、いろんなこう自治体がです、ね、このローカル 5G を導入を進めていくという方向を付けるためにもですね、 この自治体が設置するそのローカル 5G、これに対して支援を考えたらいいんではないかと思うんですけれども、これを最後、ご質問して終わりたいと思います秋元大臣官房総括審議官委員から何度かご指摘いただいておりますとおり、5G は遠隔医療、農業、建設現場、観光など、 さまざまな課題の解決の切り札として期待されておりまして、地域における活用を推進することは重要な課題と認識しております。このため、総務省では来年度予算案に 5G を活用してさまざまな課題を解決する上で、有効なユースケースを創出するための開発実証にかかる経費を計上しているところでございます。インフラ整備と合わせまししてこうした 5G の活用策 の推進についても、積極的に、いじて、かまいりたいと考えております。稲上君。まあ、なかなか、あの真正面からはないんですけども、ぜひ、あの地方自治体に対する支援というのもですね。あの検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、質問を終わります。次回は候補を持って、お知らせすることとし。本日は、これにて、散会いたします。 直ちに理事会を再開いたしますので。